消防によりますと、今日午前11時ごろ、福山市駅屋町向永谷の木造2階建ての住宅から火が出て、付近の人などから建物が燃えていると119番通報がありました。消防車10台が消火にあたり、火はおよそ3時間後に消し止められました。この火事で火元の住宅と敷地内の倉庫が全焼、隣接する木造2階建ての住宅4棟に延焼し、このうち1棟が全焼、1棟が半焼、2棟の一部が焼けたということです。火元の住宅では50代の男性が一人暮らしをしていましたが、出火当時は外出中。他にも逃げ遅れた人などはおらず、けが人はいませんでした。警察と消防は明日実況見分をして、火事の詳しい原因を調べることにしています。